はい、マジや。さあ、今、当時とポジがゲーム部屋の撮影に来てるんですが、今日はね、マイクラとフォートナイトだったんだよね。はい、フォートナイト完璧だったんだよ、マジで。はい。マイクラはちょっとあれでした。カービィ。そう、ポジはカービィやってっていう。ミスタバリーで。はい。悔しかった。またもう少しもうスイッチ。今からスイッチスポーツやりたいと思います。はい、今からじゃあスイッチスポーツを。チャンバラですね。そうです。これチャンバラだったら、ポジにも当時に勝つ可能性があるってことね。はい、負けたんですよね。そう、だからちょっとやっていくってことで。いや、いいですね。ポジはこうかわしながらカウンターを狙ってくる。やばい。あれ？オッケー。やだ。まず一本。これ三。はいはい。二本取れば勝ちですから。三本勝負のまず一本当時が勝ったってことか、リプレイ。みたいな感じですね。はい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 。さあラウンドツー。うん。左側が当時で、右側がポジですね。ベジットが当時。横にしながら、かわしつつ。勝った。ねえ、もう最悪、もう一回やりたい。日本選手で、今回は当時の勝利。どうします？ポジさん、もう一回やります？はい。それとも競技変えてもいいよ。他のやつもすぐ終わるんだから。もう一回やる。もう一回やりましょう。同じの？違うやつ。あ、違うやつ？何がいい？何がいい？ボーリングは長い。ボーリング長いから、じゃあ、じゃあ、バドミントンかテニス。じゃあ。チャンバラが一番勝てる可能性あるんじゃないんですか、コージさん。まあ、でも。バドミントンで行きましょう。いけるんですか？はい、行きます。本当かな。そうだけどね。まあでも、コージがね、行きたいって言ってるからね。まあ、そうですね。じゃあ、ちょっと画面を。うん、はい。じゃあ、行きますんで。バドミントン、はい。ちょっと、動かしてなかった。どうです？そうですね。どうも、トウジです。はい。じゃあ、今さら大丈夫なんですけど。まあ、じゃあ、やっていきますね。はい。いきます。5ポイントで勝ち。はい。これ、いつかゲームチャンネルでやりたいからさ。そうだね。あ、うまい。いやーん。惜しい。あ、俺でも、コジ、コジうまかったね、普通にね。左が当時で右側がこう。はい。うまいね、はい。はい。倒れてたじゃん。なんで？強く振りすぎたのかな。今倒れてたね、コージね。そう。だあのあれ当時のこのスマッシュみたいなやつ。なるほど。前に落としたからやばい。危ない。ああ。じゃあ。ナイス。コージいけるよこれ。コージスキップ。いいじゃん、いいじゃん、コージ。うまいね。オーケーしよう。今倒れてたじゃん。まだいける。まだ、まだ前で、まだいける。アイスマッシュ。ねえ、今何にもなかったじゃん。やばい、マッチポイントだ。頑張れ。これ先5点選手だ。これ運動できるからね。4対2、あと1ポイント。うん、頑張れ。オッケー、倒れてたじゃん。今倒れてたじゃん。ということで5対2で当時の勝利。あ、これ安武さんなら勝てるかもよ。え、コジと、うん、やって舐められたもんなら。やろうか。やり方教えてくれよ。これは、まず、うん、これ ZR を押しながら振ると、あの、ドロップショットって言って前に落とす。うん、なるほどね。で、あとはもう返すだけ。OK。じゃあ、左が、今これ、安武さんです。これ、左安武さんで、右がコジです。OK。こうやって、こうやってやって、こうってこと？そう。さあ、そうそうそう。ダメじゃない、これ。やる大人がガチでやっております。
だよ、コジ。おらぁ。あれ、スマッシュ打てたのに、今。あーあー見て、入りました。やばい。スキップして。ちょっと、ずるいんですけど。ずるい、今。今勝手に入っちゃってたんですけど、ちょっと。ヤスタケさん、はい、あのね、ドロップショットずっとやってるからだと思うよ。あ、なるほど、毎回そうやっちゃダメってことね。そういうことか、そういうことね。うわー、スマッシュ。イエーイ。さあ、大人が煽っております。この絵面面白いな。あ、やばいやばいやばい。あ、くそやばいやばい、負ける、ポジに。おっと、ヤスタケさん負けるか、どうだ。まあね。あれどっち、お前か。危ない。こういうことね。うまいな、ポジ。ポジ、うまいな。うん。こういうことね。前後に振るってこと。そうやってやるぞ、これゲーム画面映した方がいいでしょう。うん、どっちももう自由でいいよ。やばい。楽しいよね、これ。はい。ってことで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。リンのバイバイは？バイバーイ。ありがとう。ありがとう、バイバイ。